今日はですね、ちょっと珍しく紙巻きタバコのご紹介をしたいと思います。このソブラニーですね。これまあタバコ好きな方は結構知ってる方多いと思うんですけど、まあ以前から発売はされてまして、新商品っていうわけではないですね。でソブラニーブラックロシアンとソブラニー、こちらカクテルですね。この2種類で値段は850円ですね。で発売ずっとされてはいたんですけど、2012年ですねに1回ちょっと廃盤になりまして、日本ではでしばらく日本では売ってない時期があったんですけど、2021年ですね、去年ですかで再販されまして、まあ、9年ぶりに復活ということで、まあ、そういうこともあってちょっともう一回ご紹介してみようかなと思いました。でこのタバコの特徴はですね、特にあのソブラニーのカクテルの方ですね、これが、まあ、中開けます。まあ箱も結構しっかりした紙箱なんですけど、これを開けますとですね、カラフルなんですね。まあ、カラフルなタバコで、まあ、こっちのブラックロシアンは、まあ、黒いわけですね。でこのフィルター部分の紙が、まあ、ゴールドになってまして、まあ、ゴールドチップと呼ばれるフィルターですね。まあ、女性の方なんかがあのタバコ吸った時に口紅とかついちゃう時あると思うんですけど、まあ、そういうのを防ぐような意味合いもあるみたいですね。でこういうちょっとカラフルな変わったタバコなんですけど、これもともとがですね、ソブラニーって結構世界でも、まあ、最も歴史が古いタバコブランドの一つらしいですね。昔から本当にあるタバコで、でその中でもですね、普段吸いというよりは、まあ、上流階級の人向けの、まあ、よく晩餐会とかで吸ってたタバコみたいですね。でそういうことでちょっとおしゃれタバコの部類ですね、まあ、おしゃれした時に見せるようなタバコ、パーティーシーンでも似合うタバコっていうことで、そういう歴史がありますね。で特にまあこっちのカクテルの方は女性向けという感じでしょうかね。で値段はどちらも850円で、このブラックロシアンの方がちょっと強くてタール7ミリですね。でカクテルの方が5ミリになってます。で製造は、まあ、ポーランドの方で作ってますね。であの沢尻エリカのヘルタースケルターであの使われたっていうことでも、まあちょっとその時は評判になりましたね。ではまずそうですね、このブラックから吸ってみましょうか。結構なんかフィルターがしっかりしてる感じで、かなりなんていうか吸いやすいというか軽くなってますね、フィルターを通して。なんかこの巻いてある金ゴールドのこれの紙のせいなのか、あここもちょっとなんかブランドのロゴがありますね。まあ、本当おしゃれです。ソブラニーと名前も書いてありますね。ちょっとここがなんか硬い感じがしますね、少し。あとフィルターも長いんですかね。まあタバコ自体のブレンドはバージニアブレンドなんで、まあ、バージニアって黄色葉と呼ばれる、まあ、ピースとかで使ってるようなタバコですね。黄色っぽい葉ですね。味としてはまあ香ばしい香りで、少し甘みも感じますね。だからそんな苦味も少なくて、バージニアの香ばしさが少しあって、もう本当オーソドックスで吸いやすいタバコですね。おしゃれタバコなんで、まあ先ほど言ったようにパーティーシーンとか、なんかのイベントの時とかにこういうタバコ持ってるといいんじゃないかなと思いますね。まあ少しなんか、かっこつけたい時ですよね。日本人ってパーティーとか少ないと思うんですけど、でもなんか、ね、結婚式の二次会とか、まあいろいろ、まあ仕事でもイベントごとの時とか、そういう時にこういうタバコ持って、まあ例えばちょっと相手の人に一本提供したり、まあなんかネタ作りですね。そういう時にこういうタバコは使えるんじゃないですかね。ではこのカクテルの方ですね。これもまあ味は大体一緒だと思うんですけど、ちょっと吸ってみましょうか。色がカラフルなんで、
まあ選ぶ楽しさもありますね。どれにしようかという感じで、まあなんかその日着ている服に合わせてタバコを選んでもいいですね。ちょっとこの何ですかね、このグリーンにしましょうか。これもちゃんとロゴが入ってますね。まあ、このゴールドのところで口紅がつかないと。うん、こういうちょっとカラフルなタバコ目立ちますね。まあそのパーティーシーンのタバコっていう歴史があるんですけど、まあ若い方のね、普段吸いの普段着のおしゃれに合わせてこういうタバコ持ってもいいと思いますよね。ブラックロシアよりちょっと軽いですね。まあ、それこそね、なんか夜の商売の女性なんかはこういうタバコいいですよね。ネタにもなりますし、まあなかなか今はタバコ吸える場所が少なくなったんで、見せるタバコと言われてもそんなに見せる場所ないっていう感じもするんですけど、ただだからこそなんかみんなと一緒にタバコ吸う時間って貴重だとは思うんですよね。まあもしかして家の中でタバコ吸える場所、吸える部屋があるとすれば、ちょっとなんか置きタバコ的な感じで置いとくのもいいかもしれないですね。普段はまあアイコスとかグローとか吸ってる方でも、まあその喫煙できる部屋ではこう置きタバコがあるんで、まあなかなか最近常にタバコ持ってるって方も少なくなってきちゃってるんで、こういう置きタバコでまあ特別な時間を演出すると、まあそういうのもこれからの時代ありかもしれないですね。じゃあ今日はソブラニーブラックロシアン、ソブラニーカクテルですね、こちらのご紹介をさせてもらいました。じゃあ今日は以上になります。ありがとうございました。